目指せ北関東制覇ピエールです、本日私は茨城県境町の方に来ております。それで桜の森パークという、あれもう桜終わったんじゃねと思いきや満開です。さてなぜなんでしょう。今年の桜、河津桜、安行桜、ソメイヨシノ、そして芝桜を見て終わりだと思っていました。僕も桜まだあるんです。もさっとしてるでしょ。ボタン桜なんですよ。でこの境町の、この桜の森パークにはボタン桜がたんまりあるんですよね。というところで今が見頃のボタン桜を見に桜の森パークに来てみました。いや一個一個の花がこれもさっとしてるから見応えがあるよね。だ繊細な桜ではないけどもがっつりを濃厚な桜を堪能できるね。わかりにくいな、こんな感じ。なんか結構公園の外周に沿ってあるような感じだから公園を一回りする感じでこうボタン桜が見える。うわぁちょっとすごいな。いやだってさ花が重すぎてさ目線の位置まで落ちてきてるの。すごいや。いいね。おー、ボタン桜のトンネルだよ。こうピンクが生えてる分ちょっとこっちの桜がないところに来るとこの緑が綺麗に感じるよね。すごいあの緑が青々としていて新緑の季節も近づいてんだなっていう気がするね。でまあこの桜の森パークですが、そんなに別に広いわけではないんですよね。だから別になんか催し物やってるとかまあそういう感じの公園ではないんですけども、まあだからこそこうちょっとした近くの人はついでに寄ってもらいたいなというところで、ここは道沿いにこう両側にボタン桜が並んでいると。うふふふ。綺麗だよ。いや、すげえや。いやー、穴場だよ、これは。桜の向こうにまだ桜があるよっていうね、なんとも贅沢だね。これ道の両側にあるからこそだよね。いやいやいや、美しいですよこれ。というわけで一周回ってきた感じかな。いやいやいや、先ほどのところで初めに見えた中央のでかい遊具もあるしさ、ちょっと子供のお散歩でここに来るっていいんじゃないの。ちょっと登って上から桜を見てみよう。うわ、ちょうど目線の高さにこうもさっとくる。まあ当然ね、遊具なんで子供優先で行ってもらいたいな。これ今1個上がったところで結構高いね。もう1個置いてみる。あ、でこっからローラーのコースターが結構3回分ぐらいまで来てるよ。ずーっと今これ目の前にある感じで、うわローラーコースター見てる場合じゃなかったよこれ。桜すげーよ。うーわ。
一番上まで来ましたね。ああ、こっからはもう上からだね、完全に。ああ、いいですな。いや、こっから見るといかに桜があるかがわかるよね。でも、あと撮ってるのはこれだ、4月の中頃だっていうのに、こんだけまだ咲いてるっていうね。いやー、まだ間に合います。ボタン桜を見に行きましょう。はい、というわけで本日は茨城県境町にあります桜の森パークでございました。ボタン桜は綺麗ですよ。いやいやいや、まあ桜が見れる季節はね、もう終わりが近づいてるというところで堪能してくださいよ。はい、アクセスです。車ですと圏央道の五ヶ インター、または境五ヶインターを降りてから10分ぐらいというところになっております。電車ですと五ヶ駅降りてから40分ぐらいかかるので、まあ、車で来ることをお勧めしますね。まあ、電車に乗ってまでちょっと来てもらってもというところはあるんで、帰るとき困るんでね。いやー、今年は桜堪能したな。芝桜の時もそんなこと一切気がするけど、まあちょっと一回まだ見頃なんで、皆さん見に来てください。皆さんも茨城県境町桜の森パークにぜひお越しくださいませ。ご視聴ありがとうございました。